6月29日1日の取引を終えました。5番の東京市場は前場とは打って変わって買い物が先行、日経平均トピックスともプラスに転じました。日経平均大引けでは昨日に比べて34円12銭高い 22,304円51銭で終えています。トピックスも昨日に比べて 3.89 ポイントの上昇で 1730.89 となりました。5場買い物の方が多くなっていまして、東証一部全体の 55% に当たる1167銘柄が上昇でありました。下落したのが全体の4割829ということで、前場と真逆の相場付きとなりました。5場中国市場が堅調でありました。中国上海総合指数が 2% 近い上昇、香港ハンセン指数も 1.5% 近い上昇ということで、これに安心感が広がったんでしょうか。東京市場5場プラスに転じて終えました。それでは日経平均株価の5分足チャートをご覧いただきましょう。日経平均朝方は買い物からスタートしましたが、すぐさまマイナス転落と、週末ということでやや売り物が優勢、ところが5場プラスに浮上して始まりまして、結局は小幅ながらプラス圏を維持して今週1週間の取引を得ています。34円高になります。日経平均株価冷やしチャートに直して今週のレンジ感を確認しておきましょう。こちらです。今日プラスで終えましたけども、レンジはほとんど1週間、ここ数日変わっていませんね。このオレンジ色の75日線よりも上、そして5日線、この紫色の線がやや垂れ下がり気味といった動きであります。今日もローソク足冷やしチャートでは、下ヒゲの部分では、つまり安値のところでは75日線を割り込んだんですが、その後ほぼ始め値付近に戻しておいています。実体線がほとんど同じと、寄り引き同時線、そして下ヒゲだけ長いといった格好であります。今日日経平均トピックスとも小幅高でしたが、急反発大きく買われたのが新興市場マザーズ指数であります。マザーズ指数の冷やしチャートをご覧いただきましょう。マザーズは昨日終値ベースで年初来の安値をつけました。今日はすかさず切り返す動きで、マザーズ指数は 2% 強の上昇ということで大幅反発であります。こうした中で動きの目立った銘柄をご紹介しましょう。まずは今日大幅反発したマザーズ市場からご紹介しましょう。例えばこの6554、SUS という会社でありますが、サービス業に分類される会社で、技術者に特化した人材派遣事業を行っている会社です。この銘柄、このところ足元冷やしの動き堅調でありまして、25日移動平均線緑の線を5日線紫の線が上抜いています。5日と25日の間でゴールデンクロスが次元している銘柄、今日は 3.5% の上昇でありまして、オレンジ色の75日線を来週以降奪還できるかと、それを目指せるような水準にまで戻してきています。特段個別の好材料確認されていないんですが、人材派遣業を行っているということで、働き方改革絡みですとか、今朝発表された5月の有効求人倍率が 1.6 倍ということで44年ぶりの高水準ということであります。内訳見てみますと、特に IT 関連の有効求人倍率、つまり求人難ということで、こうした銘柄への追い風になると意識されて買われているのかもしれません。一方、今日東証一部の5場の動きの強さを示すのが代表銘柄トヨタ自動車であります。トヨタも結局大引けでは小幅ながらプラス圏、54円高となっています。日経平均と同じように75日線で踏みとどまったというのが今週のトヨタの動きです。トヨタの場合、冷やしチャートで火水木と一旦75日割り込んでいたんですが、金曜日になんとか実体線ベースでは75日線に戻してきているというのがトヨタの動きです。ただ足元の安さということがあって、5日線がそれぞれ25日と75日を下抜くというデッドクロスが両サイドで次元しています。トヨタ自動車プラスに浮上して終えたというのが今日大引けの動きになります。今日東京市場全体的に中国が5場大幅高しているということで、日経平均トピックスとも5場からプラスに浮上、プラス圏をキープして今週1週間の取引を終えています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。